もうザな釣り方じゃない。濁った時の地合い最高。おはよう、今日はリザバにやってきました。昨日の夜の間に結構ねドバーっと雨が降って、まあ、なんで今回はねこの濁りの中で、まあ、つく釣りっていうか、まあ、釣れる釣り、ね、まあ、やっぱ濁りといえばベイトタックル1本で強い巻きの釣りかなっていう感じなんで、まあ、そういったね、あの対濁りに対しての、まあ、釣り方をちょっと紹介できればなと思います。やっていこうか。よし、じゃあまずここからスタートしていこうと思うんですけど、まず使うのはこれ、マックスブレードのタイプパワーの 11g に、ファンタスティックの 4.8 インチの頭を、まあ、1センチ2センチぐらいでちょっとあの切って、つけたやつ、まあ、今回ねあの、まあ、何タイプか強めのルアーあの持ってきてセレクトしてねあの入れてるんですけど、まあ、その中でも、強いんだけど速いルアーちょっとこれからやっていきましょう。程よい濁り、濁りは確実にこの時期プラス要素だと思うんだけど、まあ雨が降ってね濁ってるのプラス水温が下がってるから、ちょっとこの同じ強いルアーでも強いルアーじゃないと引っ張れないと思うんだけど、スピードに今度追いついてこれるかどうか。まあ、今イメージ的にはもう、ボトムを取ってまくっていうよりは中層、まあ、ところどころこういう背の高い岩の頭にこうトップに当たるようなイメージで巻いてるん でチャターベイトだとこの岩の根元とかあの岩の裏にいる魚に対してはね、まあ、どっちかっていうと上通っちゃうイメージだから、まあ、そういった魚に対しては、まあ、ちょっと、ね、これで探った後って反応なかったら、このクランクベイトね、あのまあ濁りに強い、まあ、ゴリラ、ね、持ってきてるんで、まあ、ゴリラだあのゴリラというかねクランクベイトだったらリップついてるんであの岩の根元にこう差し込んでいけるんで、そっちに変えていこうかなと、まあ、できればこういうちょっと速い展開で釣っていけたら一番いいんだけど、ね、ちょっとルアーチェンジしてみようか、ね、レベルクランクゴリラ、まあのね、さっきまで使ってた、ね、チャターベイト、ね、マックスブレードのタイプパワー、これも強いんだけど、あの強いんだけどちょっとスピードが速いで、対して強さの強弱で言えばこっちの方が1個強くて、まあ、逆に、スピードはゆっくり、うん、負けるんで、まあ、なんかやっぱり濁りに対して、ね、水温も低下、雨で、ね、水温低下してると思うから、まあ、スピードについていけないのか、もしかしたら、ね、まあ、それが理由でまあ、ボトムのなんか岩の裏とかね、ちょっとタイプの違った強いルアーでやってみよう。あ、なんかベイトいるなこの辺から。よし、まあ、チャターベイト巻いてゴリラ巻いて、ちょっと反応なかったからもう一発強いんだけど、もう一発ゆっくり強く巻けるね、ちょっと GI、まあ、GI ってビッグベイトっていうほどでかくはないんだけど、まあ普通のプラグよりは大きいかなっていう作ったイメージとしては、でちょっとビッグベイトにしてはサイズがちっちゃくて、でただずんぐりむっくりで太くてね、まあ、あのちょっとね、もちろん形状は違うにしてもゴリラをもう一発、ね、強くしたイメージ、リザーバーで濁った時に、まあ、個人的によく使うのがチャターベイト、クランクベイト、まあ、特にこの GI なんだけど、まあ、持ってきてる中で一番遅く負けて、ただ強い。これ GI 使う時のイメージなんだけど、まあ、ビッグベイトっていうような、ね、めちゃくちゃでかいサイズじゃないんだけど、まあ、イメージはね、ほんとマグナムクランクぐらいな感じ。
なんでこういったオープンとか、まあ、岩がゴロゴロしているようなとこ地形だったら、まあ、基本的にはもう投げてゆっくり待つ。ただ、まあ、こういったとこでね、もうあこれ絶対魚こういったよどみいるだろうって言ったとこだったら水中でドッグウォーク、ね、水中で首、ね、潜らせてちょん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 、まあ、これってクランクベイトじゃできないんだよね。ジョイントボディで太短い、GI だからこそできるちょん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 、もうこのイメージ通りで食ってきそう。よし食った、よし出てきた岩の裏 GI、 よしでかい、やっぱよどみだったな。よっしゃ、でかい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 、わこれでかくない、でかい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 、きた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 、でかくね、これが GI のパワーだろう。まあもうここだなってとこでドッグウォークでギラ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 してたらドーンって、やーばー、めっちゃテンション上がる、やばくない、うわーパワーって大切だね。いやー最高の魚、長さ測ってみる、これは50はあるよ、よいしょ、ね、口閉じ、ここお開き 58.5、 やばくない、これ来たね、やば58.5、 そりゃ重いわけだ、よし感無量です、もう言うことないでしょ。でもう濁ったフィールドでもう岩の裏のよどみね、まあ、やあの反転流というか、ただ巻くだけじゃね、やっぱり多分食ってなかったと思うね、スピードが速すぎて多分追っかけれてないと思うんだけど、まあドッグウォークでね、水中ちょっと潜らせてからの首振りね、もうザな釣り方じゃない、濁った時の GI、 1匹目かなこれ、やばいね、最高、まあ、これ GI ね、もちろんこうやってオープンでね、こう、まあ、いわゆるマグナムクランクみたいにクリクリクリってね、ただ巻きして使うっていうのももちろんいいんだけど、着水からこう一気に出して他のルアーと比べたら先行角度が急に潜っていくっていう特性を生かして、結構ね、個人的によく使うのは結構短い距離、まあ、イメージで言うと10メーター以内ぐらいで、もうどっちかというとキャスト重視で、あこれバスいるだろうっていうような障害物の際に入れていって、まあ、巻くなら巻く、もしかそれで釣れないんだったらドッグウォークっていう、まあ、そういった特性を生かすんだったらもう本当ショートディスタンスで入れていくっていうのもおすすめ。はい、まあ、今回ね、雨跡の濁ったフィールド来たんですけど、まあ、そんな濁りの中で釣っていくおすすめなルアー3選、まあ、今回ね、もうこれのみに絞ってきたんですけど、1個目、チャタベト、マックスブレードタイプパワー、まあ11g と 14g にファンタスティックの 4.8インチ、まあ、これの頭を 1cm、2cm ぐらいカットしてセッティングしてます。まあ、これに関してはオープンで早く広く探っていくようです。次、はい、クランクベイト、ね、レベルクランクゴリラ、まあ、これに関しても、まあ、もちろんクランクベイトで投げてビューンって巻いてグリグリグリ、まあ、クランクベイトっていう部類の中でも、結構強い、アクションのルアーです。まあ、これに関しては、チャターベイトより1個強いパワーを持った、ルアーです。で、まあ、今回持ってきている3種類の中で一番パワー的に一番強いもの GI、まあ、ビッグベイトのようなマグナムクランクのようなルアーなんですけど、まあ、これに関しては、まあ、巻いたり、ね、水中でドッグウォークさせたりって結構ね、いろんな使い方できる軽達者なね、まあ、ルアーです。まあ、この3種類持ってきたんですけど、まあ、ちなみにこれ1個ずつね、ここに今並べました。
ちなみに上から順に強い順、一番強いのが GI で、その次がゴリラで、その次が、マックスブレードタイプパワーチャタベイトで、今度逆にスピードは下から順に速い、一番速いのがチャタベイト、次がクランクで、次が、GI なんで、オープンでちょっと広いとこ、あ、どの辺にバスいるんだろうなとか探りながらサーチしながら巻く時だったら、濁ってる中でもね、チャタベイトで、ちょっとここ岩がゴロゴロしてるなとか、もうちょっとこう岩の裏とかタイトにこう当てながら攻めたいなっていう時だったらゴリラクランクベイトで、対してちょっとやっぱ濁りが強いからもうちょっとルアーのパワーが欲しいで、巻いてる時もパワーが欲しい、もしくは岩の裏とかでこう、まあ、ドッグウォークとかね、ゆっくりこう首を振らせながら水をドンドンドンと押しながら使う時だったら GI っていう感じ。まあそれはね、あのフィールドその時の、濁りの強弱によってね使い分けてもらえばなって思うんですけど、あの1個だけ注意点、この GI ってテールがワームのように見えるんだけど、これエラストマーっていう素材なんだよね。あの保管の際はケースついてるんで、まあ、これにあのボックスに入れる時もこれに保管しておくと他のワームと当たって、まあ、溶けたりっていうのがなくなったり、あとやっぱり変形しちゃうのもね、抑えることができるんで、まあ、これこのままボックスに入れてもらうと便利かなと思うのと、であとねもう一個 GI って、まあ、デフォルトでパッケージ開けた状態だとやっぱりあの直接こうねスナップとかリングに糸結ぶと、このメタルの金属のリップのエッジでちょっとこうラインが傷ついちゃうこともあるんで、まあ、それを防ぐためと、あのフロントのフックにねかかりにくく、まあ、なるためにつけてるんですけど、まあまあそのまま、まあ、今回そのまま使ったんだけど、まあ、スナップでそのまま使ってもらってももちろん大丈夫です。まあ、なんでね、今回とりあえず、まあ、来たフィールドでの濁り対策、まあ、個人的な参戦がこちらでした。来た、おっしゃ、出てきた、岩の裏、よし、よし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 よっしゃ、来た GI、 岩の裏から飛び出してきたよ、ここの岩の裏ね、上流から流れが当たってる、まあ、ちょっとあの雨降って濁ってるから、まあ多分流心にいるってよりはこういったこう岩の陰にいると思うんだけど、やっぱこんだけ濁ってるって、ある程度やっぱルアーのパワーがないと多分魚気づいてくれないと思うんでね、ちょっとこうチョン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 っていい感じ。おっしゃ、出てきた、岩の影、おし、絶対いるよなと思ったら出てきた、よし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 よね、まあ、ただやっぱりね、見ての通りめちゃくちゃ、昨日雨が降ってちょっとだけ増水して濁りと流れが強くなってるんで、やっぱり、ね、GI ぐらいの多分パワーがないと気づいてくれない。出方はいいね。今アプローチ的に下流から上流に向いてアプローチしてるんで、これ今一応こうよどみとはいえかすかにやっぱちょっと水入ってるんで、できるだけこう、あ、ここ魚が絶対いるだろうなっていうところの横をゆっくりこう通せるように、こうトゥイッチで水をドン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 って押す感じ。来た、おっしゃ、食った、おし、よし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 、来た。やっぱ濁ると GI 強いなね、流れが、当たる側、さっきまでね、釣れてるのこう岩の裏の淀みだったんだけど、もう今は岩の先端、やっぱ濁りには GI じゃない。でこれ GI のいいとこはちっちゃい魚も入るんだよね、アベレージサイズっていうか、なんか強いビッグベイト系ってね、やっぱり一発、まあ、もちろんね一発狙いのためにあるルアーだとは思うんだけど、まあ、GI は一発も狙いつつ数も拾っていける。
正解だったな、上来て、うん、あ、クタ、おっしゃ、出てきた、岩の裏から、レンチャン岩の裏からこんにちはいい魚だね、気持ちいいね、もう横からすっ飛んできたよ。濁りが入るってことは結局雨が、ね、これから今の時期って雨が降るから濁る、雨降るとやっぱね、あの水温下がるから、やっぱ冷たい水は嫌って、まあ、比較的ちょっとこう水温の安定してるこういったもう岩の裏っていうかさ、やっぱ冷たい水を嫌ってこういうところに入ってきてるっていうのもあるし、お、なんかついてきてない、違う、ちょっと幻覚見え出したな、ちょっとこの幻覚見え出してる来るタイミングって擦れるからね。おお、反転流、追ってきた、くっそー、ちょっとレンジ下だったな、潜らした方が良かったかな。おろし食った、浮かせたら食った、よし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 、来たま、狙い通りの場所で来たね。下から歩いててまああそこじゃないかなって思うぐらいの大きい岩のちょうど真裏で、今1投目投げて、ちょっと着水からこう首振りで、ね、ドッグウォークで誘ってたらなんか下からこうもわって1回出てきたんだけど食い切らなくて、次のキャストでちょっと潜らせてからグリグリって巻いてこう、ね、止めてこう、ね、グリグリって巻いて浮上させてて水面に出るかなっていう時に下からドンって突き上げて出てきた。ハマってるね、ハマってるね、GI、 いやー楽しい。GI ってこうディープクランクのように止めてグリグリって巻くと、リップ短いんだけど結構急先行で潜っていくような感じになるから、まあ、今ここ狙ってるようなこういった岩盤とかって、ね、まあ、いわゆるこう垂直のストラクチャーだと思うんで、まあ、こういった垂直のストラクチャーってこういった、ね、岩盤とかだけじゃなくて橋脚とかあとウィードの壁とかもそうだと思うんだけど、まあ、そういったものに対してこうグリグリグリって巻いて浮かせてふわーっていう浮上のアクションで、あ、追い詰めて食えるって思わせて食わせるっていう、まあ、GI は本当にいろんな使い方ができるんですよ。はい、じゃあ最後に、タックルなんですけど、こちら、途中はね、ちょっとプロとの、ね、どうしても使いたかったのがあったから、まあ、それ使ったんだけど、まあ、大体この手の釣りに一番もう多用するタックルです、グラディエーターアンチの、GA67MHTC、ザ・フロッグマン、まあ、6フィート7インチの中段線のね、どっちかというとトルクフルなロッドなんで、まあ、巻き物中心に幅広く使ってもらえるかなっていう感じで、まあ、ある程度距離も投げれるし GI のこうドッグウォークみたいなこうクイッチもする、ね、そういった、小技を効かせれるロッドでもあります、まあ、こちらを、使ってます。でリールに関してはスティーズ ADW です。でギア比がね、6.3 対1のもので、ギア比に関してはまあ慣れてるものでいいかなと思うんですけど、まあ、今回選んだ3つのね、まあ、チャターベイト、クランクベイト、まあ、あと GI、まあ、結構ね巻き抵抗が強いルアーなんで、まあ、それを比較的こう軽快にリズムよくね巻くために 6.3 対1のギア比を選んでます。でラインの方は、フロロカーボンの、16ポンド、まあ、X レッドの16ポンド、まあ、これをチョイスしてます。やっぱり、例えば障害物に絡めたりとかもう本当に、まあ、時には障害物にこう擦りながらね、巻いてくるっていうことも結構あると思うんですけど、まあ、それでもまあ16ポンドあれば問題ないかなと思います、まあ、なんでね、この手のルアーを使うタックルはこちらです。で、まあ、これからの時期ね雨が降って濁ったら、まあ、結構ねこういった系の強い釣りがねハマってくるタイミングだと思うんで、ただね雨が降ると例えば釣り場の、水辺って岸寄りって岸って結構ね石とか特に滑りやすくなってくると思うんで、まあ、その辺安全第一で、まあ、薪の強い釣りをね楽しんでもらえればなと思います。